息苦しくなるたび、僕は空を目指した。空の上では他人とぶつかることもないし、壁を作る必要もない。誰にも邪魔されない。僕だけの世界だ。こう？それともこんな感じ？それじゃ距離足んないって。あ？ギリギリまで行けよ。だってお前この先崖じゃん。大げさだな。死にゃしないよ。わかった、こうしよう。お前がこれを持つ。なおかつ飛ぶ。お前もしかしてビビってる？は？ただそこ走るだけなのに。バカ野郎お前、俺だってメイクさえ持ってたらあんなすぐ飛べるよ。うるせえよ。チキンじゃねえよ。チキン、チキン、ヒロヤはチキンだ。うるせえバカ野郎。お前ってさ、高いとこ来るとテンションも上がるよな。行くぞ。え？行くぞ。え？左か。さすが鳥人間。バーカ、鳥だよ。ルイ、そろそろ練習しようか。せっかく来たんだからさ。な。ルイ、分かったよ。じゃああれ持ってきてよ。よし、じゃこう動くなよ。ルイ、ルイ、どこ行った？ルイ、ヒロヤ、そろそろ降りるぞ。
ちゃんと取れよな。待ってるよ。ああ、俺はな。うわ、ひでえな。思いっきり破れてんじゃん。うわ、マジだよ。おい、そこのあんた、どういうつもりだよ。どうかしたの？見りゃわかんだろ。なんか言えよ。おい、ヒロヤ。あ？マジかよ。黙らないでくれますか。あのぐらいだ。さ、お前が必死でバイトして買ったやつだったよな。うん。どうしたらいいですか。決まってんだろ、弁償だよ弁償。全特会修理で済む。まあ修理だな。あんた、家の人は。もういいよ、ヒロヤ。よくねえよ。失敗したのは俺のミスだ。ランティングの時よそ見してたんだよ。けど、それは…またバイトするから。はい。それキャノピー回収したいから手伝って。私が見えないから文句言えないんでしょ。逆ギレかよ。いい。おい、ヒロヤ。そういうことじゃないから。私が見えないから文句言えないんでしょ。逆ギレかよ。おいおい、そういうことじゃないから。いった。心配したよ。一人で動くなって言ったろ。そういうことじゃないんだって。飛びます。じゃあ、おとろくん、
どうぞどうぞ。パラグライダーと一緒だよ。もうバッて来てバッて飛べばいいんだよ。ビビってらっしゃる。ドンタツドンタツドンタツ。いや、やっぱビビってらっしゃる。そうそう、チキン、うん、おいっおいっおいっおい、チキン、うん。動き逆、手乗りに合わせろよ。おい、分かってんのか。じゃあもう一回頭から。何やってんだ、なんだ。おい、こんな程度で値上げてんじゃないよ。やるぞ、立て。なあ、子供たちに夢を与える場所なんだよ、遊園地ってのは。もうなんかこうやりがいとかそういうのはもっと想像してみろよ。疲れたなんて言えるわけないんだよ。なんだよさ、お前仕事舐めてんのか。人の話聞けよもっと。お前もだよ。なんなんだよもう、ぐち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 言いやがってよ。しょうがねえだ。あいつ自身踊ればいいんだよ本当によ。なあ、すごい。お前が油注ぐからだよ。ああいうのは適当に流すのが一番なんだって。つうかさ、なんで俺までこんなことしてるわけ。ここは失敗したらもっと楽そうなの。じゃなくて、俺は働く必要ないってことだよ。あの、これですか。あれ、こないだの人たち。すげえ、よく分かったな。なんでこんなとこいんのよ。いや、そっちこそ。今見た？見たでしょ。おう、いちごの。何言ってんだよ。見てたのかよ。見てねえ。ムカつく。この割には笑ってね。普通にムカつくからだよ。もしかしてバイト？ああ、誰かさんのせいだな。ここって大変でしょ。まあね。だったらさ、もっと割のいいバイトあるよ。え？え、何？あたしの盲導犬になるの。は？パラグライダーの修理費の足しになればと思って、僕らは彼女の盲導犬に。この辺類っぽいよ。ね、なんか色は薄いベージュ。こんなの。見ず知らずの僕らに彼女がなぜそんな提案をしてきたのかわからないけど、笑った彼女の顔は可愛かったし、自分が少しでも人の役に立てるなら嬉しかった。大丈夫。大丈夫。ついて。椅子。わかる。大丈夫。大丈夫。
しかった。ああ、よかった。洋服の説明とかイメージしやすかったし、こういうのって年が近くないとね。年？お客様、こちら展示メニューになりますが、お使いになりますか？じゃあ。いいです。よろしいですか？失礼しました。いいの？どうせろくに読めないし。そうなんだ。え、訓練つうか勉強とかしてないの？あのね、そう簡単に読めるもんじゃないんだよ、展示って。こんなのあってからまだ1年しか。まだ1年なんだ。事故でいきなり。いきなりよ。お待たせ。ルイが言ってた、なんとかマキアート。はい、どうぞ。だからキャラメルじゃないっつったじゃん。え、マキアートってキャラメルじゃないの？違うよバカ。キャラメルじゃないマキアートなの。なもんねえよ。ある、ここで飲んだんだもん。いいじゃねえかよ、それでよ。我慢しろよ。あ、じゃあ俺買ってくれよ。いいよいいよいいよ。おっ、何すんだよ。ルイ、お客様大丈夫ですか？あ、ちょっと、あ、謝れよ、ちょっと。あ、いいですいいです、やめます。俺ガキじゃねえんだから、ちゃんと謝る。お前がワーワーとなるからだろうが、バーガー。すいません。バス停この辺だよね。どの方向？あっちね。じゃあ今から私あっちに向かってまっすぐ歩くから、人とか車とか邪魔なの全部どかしてね。は？無理だよそんな。バイトでしょ。確かにこれはバイトだけど、何でも言うこと聞くって約束した覚えはない。いいじゃんそれくらい。私目の見えないかわいそうな人なんだからさ。行こう。は？誰か助けてくれんだろ、かわいそうなやつなんだから。なんでそんなこと言うんだよお前。誰？あ？早く連れてってよ。行くぞ。ムカつくな。ちょっと可愛いからってよ。なあ、気にしてんのかよ。ほっとけよ、あんなわがまま野郎。甘やかしてもな、あいつのためになんねえんだよ。お嬢さん大丈夫？
大丈夫？危ないから立って、ほら座って。行きたいとこあるんやろ？どこや？言ってみましょう。ほら、大丈夫です。遠慮せんがよ。あんた見えんって大変なことなんやし。いや本当に大丈夫ですから。いや私だって忙しいんやし、もったいぶっとらんと。ほらほら行こう。ほらね、はい。すいません、すいません。なんやあんた。なんていうか、その僕は彼氏さん？あ、そうです、そんな感じです。あれ、そう、彼氏なら目離したらダメよ。目じゃあね、お嬢さん。誰が彼氏だって？ほら。あ、まあまあ、それは盲導犬が脱走してんじゃないよ。いって何すんだ。忘れてんぞ。置いてったんだよ、あんたのために。は？盲導犬なんでしょ。あ、骨か、これは。どうも、お待たせしました。どうも、お世話になってます。どうぞ。どうですか、ルイちゃんは。まあ、いつもとあまり、変わりない感じですかね。こちらではどうですか。柳沢さんと訓練されてるんですよね。え、来てないんですか、こちらに。ええ、1週間前くらいですかね。おお、かわいい、かわいい。ピンクと緑。これなんだっけ。それ白。これ超かわいくない？何？なんでもないよ。柳沢さんとの個人訓練に切り替えるからってルイちゃん本人から電話が。あれ、違うんですか。巻き毛のモルモットですよ。一人で生きるからって僕にはそう言ってました。彼女もなかなか難しいですね。展示の訓練はピアノと一緒で、一日サボると取り戻すのに3日はかかるんですよ。あ、申し訳ないです、すいません。楽しかった、今日も。よかった。てか、ごめんな、遅くなって。ううん、こっちこそごめん。一応一人でも帰れるんだけど。いや、さすがに夜道はね。門限とかないの？あ、ない。門閉じる人いなくなっちゃったから。え？てか、もう四つ角過ぎたけど、どこら辺？ああ、じゃあ右側に白い家ない？妹を連れ回してんのお前らだ。え？何やってんだよ、こんな適当な連中と。こいつらはいいんだよ、遊ぼうが何しようが。リュウイ、お前はやらないといけないことたくさんあるんだろ。適当なやつなんかじゃない。え？知りもしないで決めつけないでよ、私の友達のこと。お前ら飯食ってけよ。え？大事な妹の友達なんだろ、飯食ってけ。歩くぞ。じゃがいも、人参、
白滝。ご飯。どうした？ん？友達なんだろ。飯も一緒に食ったことないのか。性格悪。わあ、めっちゃうまい。いや、すごいですね、本当に。誠一郎さんって料理作れるんだ。全部うまいっす。母親の作り置きたいですよね。あ。ちょっとごめん。ちらっと聞いたんですけど、どういう事故だったんですか？いや、病気じゃなくて事故だったってとこまでは渡るから。聞いてどうする？いや、だって聞いてどうする？だって聞かないのも不自然じゃないですか。これじゃまるで悪者扱いだし。けどさ、でも俺も聞いておきたいです。友達として。お前らに関係ない。引かれたんだよ、車に。どっから話せばいい？俺が話す。1年前の夜だ。頭を強く打ったことで視神経が圧迫されてたんだ。で、3日間の昏睡があって、で覚めた時にはもう目が。別にいいのに。ごちそうになったからこれぐらいは。おい、クモ食ったらさっさと帰れよ。おーい。うお、これってフィルムのカメラっすか？うわ、珍しいな。いや、デジタルカメラもいいけど、やっぱフィルムっすよね。誠一郎さんの趣味っすか？ヒロヤ、
あ？持ってきて。何を？カメラあるんでしょ。けど。いいから。何やってんだよ。処分したって言ったくせに嘘つき。ルイ、ほっといてよ。あのカメラ修理できると思うよ。あげるよって言われても。じゃあ捨てといて。え？大事なものなんだろ。もしかしてお父さんの？違うか。渡るってさ。うん？夢とか見る人？夢？別に多分普通に就職したりとかじゃなくて、寝る時に見る夢。あ、そっち。俺はあんま見ない方。私さ、よく見るんだよね。皮肉だと思わない？出てくるのは見えてた頃の思い出ばっかで。全部私のせいなんだよね。私がこんなになっちゃって、家族以外ぶつける相手いなかったから。一瞬でも忘れさせてくれるから楽しいよ、夢って。使い回しでもね。事故はルイから光を奪っただけじゃなかった。バラバラになった家族、彼女が僕らとつながろうとしたのも、その隙間を少しでも埋めたかったからかもしれない。僕はそんな彼女に新しい景色を見せたいと思った。はい、ローリングしてみっか。あー、オッケー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 。じゃあそのまま右に旋回してみんか。
うまく体重移動して。そうそう、曲がろう曲がろう。オッケーオッケー、そういい感じや。いつ来てもいいな。久しぶりだな、上来たの。さあ、アパ、アパ買ってこい。ここの名物なんだ。今日はバイトじゃないから。つうかもうそういうのなしにしよう。そうだよ、盲導犬がね、喋るのも変だし。だから普通にってこと。バイトはバイトでやってるから俺たち。そうそう、お兄様にしごかれながらな。そうそう。じゃあみんなで買いに行こうよな。お前行ってきて。お腹すいた、早く行ってきて。行ってきて。今そういうのしないって言ったよなお前ら。お前ら。はい、オッケー、いいよ。はい、おい、おっちゃん。おお、相変わらず貧乏くさいつらやな。セレブだっつんだよ。段差あるから気をつけ。よ、渡る。どうも。この子が噂の気の強いルイちゃんか。大丈夫だよ、この人は俺の師匠でインストラクターの。どうも、ジョニー・デップです。お嬢さん、デートしませんか。ジョニーではそんなこと言いません。まあ、ゆっくりしていかんか。はい。あ、そうそう、俺こないだ乗ったぞ、ライオン。マジっすか。あお。マジっすか。四宿高原とはよく言ったもんや。本当にライオンが吠えとるような風の音がするんや。え、ライオンってなんすか。あ、この高原特有のサーマルのことや。めったに発生せんけど。え、サーマルって何じゃ。王将気流だ、いつも言ってんだろうが。で、どんな気分でした。一気に2000ぐらい登ってしもたからな。 2000? バリをピーピーなりっぱなし。もう超羨ましい。あれってなんか法則とかあるんですかね。毎日データ取ってるんですよ。けど、なかなか出ない。じゃ、どの辺でした。おお、確かな、あの田んぼの色カートとかあるやろ。はい。ごめんな、あいつ空のこととなるとはあなんだ。いいんじゃない。そうそうそう、あ、ドーンと来んだよ。おお、すまんすまん。で、今日はついにヒロヤがデビューやって。え、いや聞いてないですよ。え。一日体験コースお申し込みありがとうございます。いや、待って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 、やだやだやだ、ちょっと待って、やめだ。行ってらー。行ってらー。やだやだ、俺食うときはそうじゃん。帰ってきて、やだ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 。まずは左の方行って、左のブレークコードを引けば左に曲がれる。サーマルは熱を吸収する田んぼや川よりもアスファルトの上なんかが発生しやすいんだ。来たはずだ。ハーネスごとケツが突き上げられる感じ。風を捕まえて旋回しながらコードを上げていく。まるで螺旋階段を登るみたいな。すごい、本当に飛んでる気がしちゃったよ。渡るって本当空が好きなんだね。キラキラしてんだろうな。何が。渡るの顔。あ、どうかな。大会とか目指したりしてんの。うん、俺はただ飛んでるのが好きなだけ。俺さ、あんまり自分のことが好きじゃなくて、面倒なことからはすぐ逃げ出すし、パラだってある意味現実逃避かもしれないし。だからあのさっきのライオンってのにこだわってるとか。そう、そうなんだ。あの風に乗れれば誰も見たことのない景色が見られる。
そしたら俺なんか変わりそうな気がするんだ。そういうのってない？わかるよ、そういう感覚。まあ感覚としてはね。ごめん。私もやっとけばよかったな。普通に体験コースだけでも見えてるうちに。いつか俺が乗せてやるよ。ライセンスは持ってるから、タンデム二人乗りでね。私はいいよ。高く、渡るはどこまでも高く飛んでよね、私の分まで。セレブ釣ってんだろ。ありがとうな、ヒロヤ。そんな嘘ついてまで。嘘じゃねえってこと。誰がセレブだって。あ、カジです。あ、そうだ、あとこれもう一つ、バイト代、うん、なんか欲しいもんがあって去年からコツコツ貯金してたみたいなんだけどな。まあ事情はよく知らんが、気前のいいことだ。いいって言ったのに。あのちょっと聞いたんですけど、ひき逃げだったらしいじゃないですか。その話はいい。いや、まだ犯人捕まってないって聞いて、あの許せないんですよ。自分もそういうことあったから。で、俺のいとこが警察官やってて、あの交通課の。だから頼めばまた動いてくれるかもしれないし、あの再捜査とか。だから知ってる限りでいいんで、詳しいことを話してもらえないですか。去年のゴールデンウィーク明け、夜の8時半過ぎ、川田町3丁目17番地の交差点、紺色のステーションワゴン、それだけだ。少ねえな。ゴールデンウィーク、紺色のステーションワゴン。童貞だから分かんねえだろ、そんなの。おめえだって童貞だろ。うるせえな。おい、何安全運転してんだよ。何安全運転してんだよ。してねえよ。してんだろ。学校クビになるビビってんじゃねえのか。ふざけんなお前。一件うるせえな。どうした、誰？俺。Thank you.
つら行ってっつってんだろ。病院行くぞ。こいつらあの時お前が引かれた時現場にいたんだよ。医者が言ってたよな、状況を把握してる人間がいれば叱るべき処置もできただろうって。そう医者が言ってたんだぞ。切れる相手間違ってますよ。悪いのはひき逃げ犯じゃないですか。分かってるよ。けどお前らだって同罪じゃないか。ルイから光を奪ったのが。だからなんでそう言い切れるんですか。二度と妹に近づくな。なんだよあれ、頼まれてもごめんだっつうんだよなあ。ほら行くぞ。ほら勝手にしろよ。僕が考えたのは彼女のことよりも自分の身を守ることだった。けどお前らだって同罪だろ。ブレーカー光を奪ったのが。しておきましたよ。あ、はい。肝心のカメラね、ちょっと待ってて。それじゃあ確認してもらっていいですか。交換した部品は、まあ、レンズ一式、これは完全にいっちゃってたんで交換しましたね。あと底のカバーも相当へこんじゃってたんでこれも交換しました。あとはあ
使い回しでもね。僕にできることはルイの分まで高く飛ぶこと、彼女の夢を奪った分だけ高く高く。この風に乗れたら僕は変われるだろうか。ライズアップ。しゆきか！さっさと忘れてしまったらどうや。俺には関係ないって。二度とルイちゃんにも会わんことや。どうや、簡単やろ。その代わり前の根っこは腐ってしまうけどな。それが嫌なら向き合うしかない。正面から彼女と。逃げたらダメや。そうですか。個人的には柳沢さんの考えに賛成です。やはり同じ境遇の人たちと接する方が精神的にも楽でしょうから。はい。彼女16歳でしたよね。はい、16です。中学は？中学は一応卒業したことになってます。あ、それでしたら高等部の普通科に入れますよ。本当ですか？はい。出願期限は大幅に過ぎてるんですが、私の方から盲学校に掛け合うこともできますので。彼女がやる気になればすぐに点字もある程度覚えられると思いますよ。僕たちも精一杯サポートさせてもらいます。よろしくお願いします。
ルイ、俺だけどちょっと出てきてくれないかな。なんかよ、渡したいもんがあって。修理したんだ。何のつもり？手の込んだ嫌がらせ？今あんた笑ってんじゃないの？なんか言いないの？考えたんだ、俺なりに。それがなんでこうなるのよ。ルエ、何も知らないくせに。知らないけど、知らないけど考えたんだよ。何の意味があるのよ。ルエにはこれが必要だと思って。
ちょっといい？ん？どうした？明日写真撮りに行きたいんだけど。写真？うん、高原とか景色のいいところ行ってみようかなって。撮りたいってこと？ルイが？ん？どうして？自分でもよくわかんないんだけど。うん、いやでも行くって言ったって明日はお前は説明会でしょ。いつでもいいじゃんそんなの。いやそれはよくないよ。いやただでさえ、うん、中途入学だし、それこそ写真だったらいつだってできるだろう。うん、まずは意味のあることからやっていこうな。意味があるかないかは私が決める。行けばいいんでしょ。その代わりお兄ちゃんはついてこないで。いやそれは無茶だよ。そうやってやる前から決めつけるから嫌なんだよ。盲学校なら何度か一緒に行ったから覚えてる。大丈夫よ、私が直すから。大丈夫大丈夫、私直すから。あ、すいません、ありがとうございます。待って、ありがとうございます。ありがとうございます。わしはこの辺で。あの、うん？写真撮ってもいいですか？あ？写真？お、おおいいわいね。撮ってて。わしゃあんたの目の前におる。ありがとうございます。いや男前に写っとると嬉しいんやけどな。まあ気ぃつけてな。
驚きましたね。なんか順番を間違ってたのかなってね。よ、なんだよこんなとこ呼び出して。どうしてるかなって。あれから飛んでないんだってな。修理してないからな。俺目覚めちゃったんだよね。え？前に無理やり飛ばされたじゃん。お前が勝手に申し込んで。おう。あれですっかりパラの虜。だってお前高所恐怖症は。ショック療法ってやつ。本格的に始めようかなって考えてる。そうなんだ。まあ、行こうや。あ？お前って本当めちゃくちゃだよな。でもいつか飛びたいんだけどな。そんなめちゃくちゃなお前と。あれ見てみ。取ってくれよ。ここに立ってっから。
ここに立って。顔が分かんなきゃ取れない。多分映ってると思う。じゃあね。今からテイクオフポイントに来てくれないかな。俺の飛んでるとこそれで撮ってほしいんだ。今ならきっと今までで一番高く飛べる気がする。いいよねお兄ちゃん。俺もついてくけどな。来た。遅いぞお前。ごめんだよ。なんでタンデムを持ってきてんだよバカ。いいじゃん。あ？いっそのこと二人で乗っちゃえば。お前。私乗りたい。いいよね、お兄ちゃん。いやちょっとそれはな。お願い。私もう諦めたくないの。何一つ。よし、思い切って行ってこい。え？こういう時に責任持つのが大人ってもんでしょ。怖くない。大丈夫だよ。大丈夫。この音。すごい。楽しい。
がドラが。泣けてくる。